はい、こんにちは、谷内です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報を改めてお届けしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。今日のテーマなんですけども、他の人と比べようというふうに書かせていただきました。これは何の話かというとですね、基準の話なんですよ。基準、はい。基準って何かっていうと、例えば筋肉の硬さだとか、皮膚の柔らかさだとか、どれぐらいマッサージができているかって他人と比べたことってないですよね。はい。よくねセミナーとか来ていただいた人とか、3人5人とかいるんで、お互いに顔を触ってもらったりするんですね。例えばこの耳の柔らかさを見てみましょうとかね、この口筋の硬さを見てみましょうとかやると、何がわかるかというと、自分の筋肉が硬いのか柔らかいのか、動かしやすいのかにくいのか、そういったことがわかるんですよね。はい。なぜこれを、比べてくださいって言ってるかというと、それ分かってくださいっていうかというと、その自分が現状どこにいるかっていうのが分かんないと困るんですよ。例えば、硬い人だったらそれなりに頑張らないと結果って出ないし、最初からある程度筋肉がほぐれてるんだったら、速攻性も出せるだろうし、なんだろう、例えば、なんかね、例えば皮膚の柔らかさとかでも、自分硬くてできないのか下手くそでできないのかって分かんないじゃないですか。皮膚は柔らかいのに、うまく筋肉を挟めないっつんだったらこっちの指の問題ってことになるし、そもそも皮膚が人より硬いんだったら、それはまずこっちの手の引っ掛けのうまさよりも先皮膚柔らかくしないとダメじゃないですか。そんな感じでですね、この基準をですねはっきりとさせてほしいなと思うんですよね。はい。例えばあなたのお友達やご家族、そういった方に例えばちょっとやらしてみようでね、これ筋肉ほぐすのやらしてよってこう触ってみたりだとかね、耳をこうやって触ってみるだけでもいいです。全然違うんですよ、人によって、はい、人によって全然違います。なので自分が硬いのか柔らかいのか何なんかっていうのをね、基準を、知るために、他の人と比べてみることをお勧めします。はい。そしたら自分の現時点、現在地が分かるんで、どういうふうにやっていったらいいのかっていうのが、整理しやすいですよね。はい。できないできない分からない分からないじゃなくて、隣の人と触り合いっこしたらいいじゃないですか。そしたら自分ができてるのかできてないのか硬いのか柔らかいのかすぐ分かるじゃないですか。もちろん一人と比べるよりも何人かと比べた方がいいです。はい。その平均点じゃないですけども、平均に対して自分はどの位置にいるのかっていうのを知るのが、すごくいいと思います。はい。いかがだったでしょうか。本日の動画は以上になります。チャンネル登録まだの方はこの辺のボタンを押していただいて、また質問ありましたら、コメント欄にどんどん書いてください。それじゃあ失礼します。